それでね、くまくま、またうちのお酒、品評会で一等取ったばい。すごかとやね。ぼって、品評会のことと、私のテストの点とは関係なかよね。だよね。なのに、なんでそぎゃんと言うてくれと、くまくまだけなんか、私、さっぱりわからんばい。学園で2番じゃダメなのかな。私、お勉強頑張ったんだけどな。学園で2番は、無論、大変立派な成績だ。驚かせてしまったならすまない。何度もノックしたのだが、全く返事がなかったのでな。あ、私とクマクマと今日から同じお部屋なんだっけ。ほう、クマクマというのか。いい名だな。よろしく、右田くまくまくん。僕は宗鉄。今日から右田の一員とさせてもらったものだ。あ、私のこと笑わんと。笑う？なぜ？名前つけよるの。子供っぽいとか、ぬいぐるみとお話しばするの、おかしかとかって。いや、名前はつけるものだろ。ぬいぐるみには、無論お話もするものだ。はあ、そうよね。私もそぎゃんと思うのに、みんな子供っぽいってやめろって言いよっとるよ。ああ、みんなとは、つまり、この蔵の人々か。そうばい、蔵人さんたち。やっぱりか。僕もやられた。右田の一員になるのだから、枕さんを見習って、もっと笑顔で人と接しろと。え？来ていきなり？そう、来ていきなり。おそらく、僕の愛想が足りなかったのだろう。それが指示なら努力したいが、今はまだ見習えるほど枕さん、いや、枕姉のことを知らんので少し困る。枕姉？ああ、それは枕さん、枕姉に指示された。これからは家族なのだから、さん付けはよせと。ねえねえ、一人でお腹いっぱいだし、ニーニーなんていらんって思っとったばって。あの、ねえ、宗鉄さん。うむ。な、ねえねえと家族ばなるとやったら、そのねえねえの妹の私とも家族とや。当然だな。それやったら、やったら、私、ニーニーって呼んでもよかと？無論だ。というか、むしろ歓迎だ。好きなように呼んでもらえれば、それが一番気が楽だ。ニーニー、ありがとう、ニーニー。どういたしまして。響きでよかよ。呼び捨てまい。私、ニーニーの妹やけん。うむ。ならば響き、そのスケッチブックを僕に見せてくれないか。いや、私隠すの忘れた。隠したいのか。ならばすまん、僕は見なかったことにするから。ううん。
見ていい。そうか。ならば遠慮なく。ほう。これは見事だ。この幼さでよくもここまで。風景画も静物画も達者だが、それらをかすませるほどにクマクマの絵が素晴らしいな。クマクマの？クマクマの絵はおしゃべりしながらの落書きだよ。他の絵の方がずっと丁寧に描いとる場合。それはわかるが、クマクマを描いた絵からは伝わってくるものが多いような気がするのだ。伝わってくる？ああ。クマクマを大好きだという気持ちが伝わってくるのだ。だからとても温かで優しい。懐かしい気持ちになる。ニーニー、平気？あ、いや。うむ。無論平気だ。何事もない。そっか。しかし、なぜこれほど素晴らしいスケッチブックを隠そうとなどと。いや、うん、クマクマの絵ば一番多かこと笑われるけん、見せるの私嫌になった場合。なるほどな。笑われるのは嫌か、響き。うん。ならば褒められることは。響きの絵をいいと言ってもらうことはどうだ。本当に褒めてもらえるのは嬉しかと。本当じゃないのに褒められっとはやばい。なるほどなるほど。うまい言い方を探したのだが、僕はどうも不器用らしい。だから思うがままに言う。うん。響きの絵は魅力的だ。だから笑われることを恐れて隠してしまうのは少しもったいないことのように思う。でもやっぱり笑われるのは怖くてやばい。ならもう一歩踏み込んで考えてはみれんか。響きの絵を見て笑うのはどういう人間かと。わかりづらいか。なら逆側からならどうだろう。響きの絵を好きになるのはどんな人間なのか。私の絵ば好いてくれよる人はきっと私と何が綺麗かとか何が楽しかかとかが似とる人だや。ならば響きの絵を見て笑うものは何が綺麗で何が楽しいかが響きと異なるものだろうさ。笑うような相手がそうしたものだと理解して。それでも響きはまだ笑われることが怖いか。うん、うん、それでもやっぱり。誰かと分かり合えることはおそらく尊い。もったいないぞ、そのチャンスを捨ててしまうのは。それでも怯えてしまうなら、そうだな。僕をいつでも呼ぶがいい。ニーニーを？ああ。味方が一人。変わらぬ味方が一人いるだけで、不思議と怖くなくなるものだ。だから、響きが怯えた時には僕を呼べ。僕は響きに味方する。それで怯えと戦ってみろ。味方？ニーニーが私の味方？無論だ。僕は響きの兄となったのだから。それってずっと？私が大人になってもずっと？ああ、ずっとだ。
響がそれを望むのならば。とはいえ、大人になった時には、大人になれたその時には、僕の助けなど必要なくなっているだろうがな。ニーニーは私に大人になってほしかと？もちろん大人になってほしい、健やかに幸せになってほしいと願っているよ。うん、いずれそうなる。響は健やかな大人になる。僕などいようがいまいが、必ず。言ってほしか、私ニーニーに味方になってほしかとよ。そうか、ならばそうしよう。けど私臆病やけん、ニーニーがそばにいてくれても、それでも。あ、焦らせるつもりはなかった、すまん。何一つ焦ることはない。響の時間は響のもの、響の好きに使えばそれが一番だ。おっと、失礼。すまない、ヒロ。へえ、君が描いたのかい？見事なものだ。キサキ先輩、僕のことを知ってくれているのかい？光栄だな。うちの学園で先輩のことを知らない人なんていなかった、いませんと思います。どうかな、まあ生徒の少ない学園だからね。君は響と言います。右田響、先輩の一年後輩です。なら響、その他のページにも興味があるんだ。見てもいいかな、このスケッチブック。あ、ずっと味方してくれるって言ったのに。うん、いえ、もちろん見てもよか、いいです、どうぞ見てください。見てください、その絵全部私が描きたいって思ったものです。だろうね、でなければこんなに生き生きとは感じない気がする。ああ、この人物が、クロッキーはすごくいい。あくびの瞬間だなんて僕は描かれたくないけれど。この人は響のご家族かな、お兄さん。あ、どうでしょう、彼氏とかだと思いませんか？彼氏だったら問題だな。え、これほどに素顔をさらけ出せる相手だよ。もし恋人ならよほどに深い関係だろうと思うから。大人っぽい、かっこよか、かっこいいです、キサキ先輩。いいや、いびき、かっこいいのは君の方さ。君には人を豊かな気持ちにできる才能がある。学園祭、君の絵がどれほど話題になるか楽しみだ。え、いや待て、君は右田と言ったな。この町で右田といえば。あ、はい、そうです、その酒造の右田で間違いないです。だったらなぜ
ああ、いや、最近転校してきたとか。転校、私したことないです。ずっとこの学園で。君がずっとこの学園の生徒なら、今までの学園祭で一体何をしていたんだい？美術部、私入ってなか、じゃない、入ってけどすぐ辞めちゃったんです。なぜ？小等部の一年の時入ってお絵描きして、そしたらなんかみんなすごく笑って。くだらない連中だな。いや、別の見方をするなら、いびきの才能は幼い頃から飛び抜けていたのだな。え？覚えておくといい、いびき。人が他者を攻撃するのは、何か奪おうとしているからか、相手を恐れているからだ。奪おうとするか、恐れてるから。その連中はいびきの才能を恐れたのだ。だから攻撃して追い払い、自分たちの居場所を守ろうとした。え、なんでそんな。ビーズの粒を比べ合うのは楽しいことだが、そこにダイヤの粒が混じってしまえば、その楽しさは色あせる。ああ。絵を描くことより絵を描いている自分の方が好き。そうしたものが本物の絵描きに出会えば、それは怯える。あ、そんな連中に煩わされるのは確かに面倒だろうね。が、いびきはもっと絵を発表していくべきだよ。ならば、うん、どうかな、響き。僕と二人で同好会を作らないか。え、同好会って。響きの絵を発表できる場を作るのさ。二人では部は作れないが、同好会なら設立できる。なんで、そんな。私だって会ったばっかりで、同好会ってお誘いすごく嬉しいですけど。僕は銀行の人間だ。銀行とは経済の循環を助け、地域の発展を促し、人を豊かにする使命を持つ。その観点では響の絵には経済的な価値がある。だから流通を助けることは僕の使命とも考えられる。はい。あの、その観点ではって、もしも他にもあるなら観点。もちろんあるよ。もっと単純で、単純だから強いものが。僕は君の絵を好きになった。好きで素敵なものだから、たくさんの人に見てもらいたい。あ、だから突然の話で、僕のわがままだとは承知だ。それでも考えてみてほしい。あの、私、作りたいです。私すごく、キサキ先輩と一緒に絵を描いて発表する同好会を。じゃあ、そうしよう。そうします。キサキ先輩、これからよろしくお願いします。こちらこそよろしく、いびき。いびき、いびき、朝です、響き。
しいですね、響が寝坊するなんて。私寝坊？あ、あら、響もなのですか？え、寄生虫とかそぎゃ、そんなことあるわけないじゃない。症状です。唇をしきりになぜて気にして空気が乾燥しているのでしょうかね。この部屋も和セリンを差し上げたいのですけれど、私の持っているものには錆止めが入っているのです。うきゅのですか。布団の上を転がり回って、あ、もしや傷口から寄生虫が入って脳にまで何それ。あ、受け答えができるなら違いますね。よかった。寄生虫とかそぎゃ、そんなことあるわけないじゃない。いいえ、実際あったのです。私の帝鉄時代、帝王保線区の保線夫さんが。やめてやめてやめて、朝からそげな怖い話で脅かさんで。脅かしてなどおりません。響を心配しているのです。あ、寝坊など響には珍しいことですのに、ここ数日で二度もですから。うん、ありがとう。ごめん。寝坊は大した理由じゃないの。夢、ああ、そう、私、夢を見てて。夢ですか？うん、昔の夢、懐かしくて優しくて、だけどちょっぴり厳しい夢。私は夢というものを見ないのですが、不思議で面白いお話ですね。優しいのに厳しいのですか。そうなの。だって教えてくれた夢だから、私がどんなに甘えっ子で甘やかしてもらえてるかって。夢は何かを教えてくれるものなのですか。うんそうだね。そう、時々だけどそういう大事な夢も見るかな。見落としてたり目をそらしてたりを教えてくれる夢。響の寝坊は幸せな寝坊だったのですね。それならば遠慮せずに言いますが、響はいつまで寝巻きでいるつもりなのですか。宗哲様もご心配され、朝食も取らず下で待ってらっしゃるのですよ。え、嘘、待ってくれてるの。私、嘘など申しませんが。ああ、ごめん、そういう意味じゃなくて、本当なことは分かってて、八六、兄さんに伝えてくれる？あと5分したら伺いますって。八六から話は聞いた。体調には問題ないのか。心配かけてすみません。良い夢を見たと聞いたが。あ、はい、あのクマクマの夢とか。クマクマくんか、懐かしいな。最近トンと姿を見ないが。あの、継ぎはぎだらけで結構くたびれちゃったから。うん、だから今はクローゼットで私の洋服のバンクマしてくれてます。それはいいな、頼もしい。クマクマくんにもやりがいのある仕事だろう。だといいんですけど。どなたですか、クマクマ様とは。響のクマだ、ぬいぐるみのな。
いえいえ、むしろ孫哲様のお話し相手をお願いします。随分とご心配の様子でしたから。はい、どうぞ。電子レンジはとても便利なものですね。あ、これ八六が？ありがとう。いいえ、枕様です。響がお寝坊でしたから、パンなら焼きたてを出してあげられるとおっしゃって。ああ、いただきます。ん、これはすごいな。温め直したものとは思えぬふわふわ加減だ。温め直してはいないのです。枕様が仕掛けてくださった作りかけをレンジで。なるほど、レンジで焼いた蒸す。うん、ともかく、なるほど、加熱することで仕上げたのか。はい、そのような料理の作り方、私初めて教えていただきました。いただきます。あーおっ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ああ、うまかった。あの、兄さん、少しお話が。うん、なんだ。宗哲様、片付けを私が。ああ、八六にも聞いてほしいの。そんなに長い話じゃないから。さようですか。私、今日銀行に行こうと思います。キサキ先輩にやっぱりちゃんと挨拶したくて。キサキ先輩は私を今の私にしてくれた人の一人です。だから決意を、私伝えてお礼を言いたいんです。うん、いいな。それはとても良い心がけだと僕は思う。え、けど。けど？だって私がそうしちゃったら、キサキ先輩に全部バレちゃうけど、いいのかなって。ああ、そんなことを気にして僕らに相談したのか。ニーニーが候補になるって思ってる、その油断ばっつくってソギャンと話し合ったから。枕姉の戦略だな。響の勝率をおそらく向上させてくれるものでもある。だが、これは響の選挙で、響の戦いだ。だから、響が思うがままに行動するのが一番だ。兄さん、これでお話は決まりましたね。八六、洗い物を私やるから。いえいえ、今日は結構です。響はこれから宣戦布告の大仕事ではないですか。宣戦布告？そうだね、それってすごく大仕事けど、でもね、だからこそ。いつもの私で、いつもの私の延長で、私、キサキ先輩に会いたいの。そうする方がきっと伝わるって思うから。もしも誤解をされちゃっても後悔がないって思うから。さようですか。14時からは乗務訓練を行います。それまでに気がかりがないようにしておきなさい。はい。これなら平気。いつもの私でキサキ先輩とお話しできる。当たん
2分で45。通った。2分で45杯。八六、客車総重量37.3トンです。37.3トン、了解。逆転機ミッドギア。よし、ブロアトメ弁解放。ブロアトメ弁解放。女子、ボイラ注水。ボイラ注水。自弁常用。ブレーキ重なり位置に。停止目標確認。停止確認。11センチ離れています。いささか制動が早すぎました。いけません。この距離でしたらお客様に半歩か一歩ずれていただくべきです。そういうものか。今連結器は伸びきっている状態です。発射のショックはほとんど発生しません。なるほど。一歩ずれていただくご迷惑の方が急制動や発射時のショックで与えるご迷惑より小さい。さようです、宗鉄様。今はお人よ湯の井だけの二駅。このような心遣いは不要かもしれませんが。うん。今後途中駅を復活させられるかもしれんし、三角線や転車台を含む乗車を観光資源とするかもしれん。はい、そのように様々を想定すれば訓練からより大きな学びを得られるものかと存じます。うん。どうだ、響きもより大きな学びを得ることはできたか。分かったこと、今は一つだけです。たった60個の土のうでも石炭の杭結構早くなるものだって。土のうではなくお客様です。私たちは貨車ではなく客車を引くものですから。そうだね。ごめん、土の様は、お客様、今日は転倒させてないよね。今日は大丈夫でしょう。停止位置こそずれましたが、運転は滑らか。お二人の息もよく合っていました。なら、よかった。響き、大丈夫か。それほどに負荷が増したのか。そぎゃこつ、いや、もう、そうじゃなくて、そういうのじゃなくて。
のだったから。ああ、そうだったな。時間ギリギリになるほどにキサキとの話し合いは充実したものになったのか。いいえ、逆です、兄さん。逆？アポイントなしに行っちゃったから、キサキ先輩を結構待つことになっちゃって。ああ。でもギリギリで時間作ってもらえて、それで少しですけどお話できました。ゴーレットさんが辞任すること、私が立候補するつもりなこと話してきました。キサキは何と？話してくれてありがとうって握手して、あとはただ正々堂々戦おうって。選挙戦でももう一つの戦いでも正々堂々悔いのないように戦おうって、それだけです。選挙戦はともかく、もう一つの戦いとは何だ？それは私からは言えません。言ってしまえば勝敗に影響を与えかねないですから。そうか。市長選をよりよく戦うために響の負荷を減らすことを考えねばな。さようですね、宗哲様。え？別に負荷とか、だからさっきのは走ってすぐにだったからで。今この時だけの、あるいは選挙期間だけのことではない。え？勝って市長になった後、負荷を軽減しておかねばフォーレットの二の舞となる。それは私の方がポーレットさんより多分体力あると思うし。体だけが保たれていても仕方ない。心、技、体、その全てにおいて同じことを言えるか。それは いえ、けど私甘え子なのをやめたくて、頑張りたくて。だからたとえニーニーにだって。ならば問おう、響。甘えるとはどういうことだ？そんな、人に頼って人の力を借りることばい。それは違うぞ、響。その考えでは大きなことだと成し得なくなる。他人に頼り力を借りる、それは人の持つ能力だ。その能力を捨ててしまえば人は野の獣にも劣る。だけど頼ってばっかりじゃ。その通り、頼ってばかりでは成長できない。故に頼り方に良し悪しがあるのではないかと僕は思う。頼り方の良し悪し？自力で果たすべきことまで他人に任せてしまうこと、それを甘えと呼ぶのではないかと僕は思う。あ、例えばキサキへの宣戦布告、それを僕に任せるなら響は甘えっ子のままだった。うん。だが響は果たすべきを一人で果たした。それは極めて立派なことだ。うん。だけど今は私一人ではできないことまで一人でしようとしちゃってるんですね。そうだな、それは無理でしかない。私ちょっと張り切りすぎちゃってたみたい。兄さん、八郎くん、ごめんなさい。謝るようなことなどありません。食い違いがあったから話し合った、ごく当然の行いです。だな。そっか、なら私もっと話し合いたいです。私の負担どうやって減らせばいいんでしょうか。それはな、響。投炭1分で45。投炭1分で45。機関庫へ戻ってから先の話だ。
そんなことがあったんですか。私、どうしても妃先輩と正々堂々と戦いたくて。いいと思います。遺恨が残るような選挙戦は後々お人世の発展を損ねる要因になってしまうと思いますし。ありがとう、ポーレットさん。いいえ、こちらこそ。私には重すぎたバトンを拾ってくれてありがとう。どうかお人よしをよろしくお願いいたします。いいえ、そんな。そうできるよ、なりたいです。だから改めてポーレットさんの力を貸してください。もちろん、私にできることがあれば何でも。ああ、八六とも話し合ったのだが、市長選とその後を睨み、響の負担を軽減したいと考えている。はい。端的に聞くが、8620の機関士を僕と交代でやってはもらえないだろうか。ああ、その手がありましたか。あ、その手って…ユノイ戦に関しての現時点での知識と運転経験は、ポーレット様が宗哲様に勝るというだけの話です。響ちゃんが外れてですよね。それって、わかりました。喜んでお引き受けします。ただどうせだったらダブルチームにするとか、ローテーションを組む方がいいんじゃないかなって。例えばどういうチーム分けをするのだ。A チームを宗哲くん、響ちゃん、 B チームを私、凪ちゃんにするみたいな感じとか。ちょっと待て、僕が完全に乗務を外れるケースを作るということか。そうなりますね。いや、しかしだな。確かにトップナンバー機である私の場合、マスターのみを機関士にしての乗務があるべき姿です。しかし、トップナンバー機としての誇りより上に、物としての私の矜持がございます。物たる私が宗哲様を縛るなどありえません。宗哲様は目的を果たすための最善をなされてください。目的？目的達成まで響の負荷は極めて大きくなるでしょう。だから響の負担の軽減案を考えているのではないか。はい、私もポーレット様も響の負担の軽減案を申し上げています。宗哲君がそばにいて支えてあげること、それがきっと響ちゃんの負担を一番減らす方法です。そうなのか。うん。わかった、響。すまんな、八六。ならば、そうさせてもらうとしよう。すまんな、などと申されず、どうぞ一刻も早く、すべての目的をお果たしください。ああ、そうか。そうすれば。はい。その時にはきっと再び、すべてはあるべき、いえ、より良い姿に収まります。うん。案は了解。大賛成だが、
現状のままではその案は空想なものとなる。その反応、客車に関して良いお話は聞けそうもありませんね。面目ないです。改めて聞くが、煙を防ぐという方向では何ともならんのか。補強とは、完成されたバランスを壊す行いです。そして壊れたバランスは安全性を大きく下げます。この状況でもう一度乗車試験に失敗したら、選挙戦の結果も多分良くないものになります。だろうな。あの、私客車についてちょっと勉強したんだけど。響き。客車って悪いのは車体の部分だけ？台車とか台枠には安全性の問題とかないの？それはレイナチェックしました。台車は全然大丈夫ですよ。台枠は？台枠は組んだままだと精密には検査できないですけど、安全に支障が出るような問題は見つけてないです。ならさ、本当に思いつきなんだけど、ダメ元でアイディア一つ聞いてほしいな。台枠がダメって可能性もあった？はいです。台枠は頑丈ですから、乗り心地とかに影響あんまり出ないのですよ。耐えに耐え、ある瞬間にいきなりバキリ、そういう故障をするものですから、見てみるまでは分かりません。そっか。なんだ今のは。バカな、酒などひとしずくも入れておらんのに。どうしたんですか？ポーレットか。響ちゃんたち熱心に会議してるのに混じらないんですか？ああ、うん。響は甘えたくないと言っていたのだ。僕があれこれ口を出すのは、響のそうした思いに反してしまうかと思ってな。そうなんですか。ソーテツ君？ああ、いや、すまん。少し目を取られた。あ、目って…私が目を奪えたなら、それって正直…嬉しいです。そうか。
立派といえば誤解を招くか。とても女性らしい綺麗な体であると思う。ありがとうございます。そうか、年頃の兄弟だからか。え、何が年頃の兄弟だからなんですか？以前響が言っていたのだ。年頃の兄弟だから一緒に風呂は恥ずかしいのだと。いやな、先ほど。つまり血が熱くなった現象こそは響の言っていた年頃の兄弟だから。ボレット、そのままだと溺死するぞ。ブボバ。そう、鉄くん。うん。年頃の兄弟だから云々は罰です。間違い。後藤で0点です。0点か。ならばポーレット、想像して。そう、鉄くん、ほころんでいるバラのつぼみは。の、おう。ほころんでいるバラのつぼみは明日にも自然に咲きそうです。うん。早く咲けってそこに水や肥料を与えちゃうのは正解ですか、間違いですか？明日にも自然と咲くものならば間違いだ。余計なことでつぼみを落としてしまいかねない。そう、だから私、宗哲くんには今は何も言ってあげられない。何やらすまん。いや、ありがとう、ポーレット。いいってことです、私たちの仲じゃないですか。うん。ねえ宗哲くん、もしバラの花が綺麗に咲いて、ああ、その後に悩むようなことがあったら何でも聞いてね。私教えてあげるから。心強いな、ありがとう。けどないかな、宗哲くんが悩むとか。いや。なあポーレット、響のあの目つきなのだが。絶対すっごい誤解してる。なあポレット、あれはそのダメダメ、宗哲くん、そこは目いっぱい悩むとこ。少しお話が。